こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、来シーズンから新体制が始まりそうなユベントスについてお話をしていこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速始めていきたいなと思います。すでに皆さん、報道の方をご覧になられて、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、今シーズン、チームを率いておりましたマッシミリアノ・アレグリが、スタディオ・オリンピコで行われましたコッパ・イタリア決勝アタランタ戦の後に、問題行動などを指摘されて、解任されました。その後、暫定的にアンダー19のユベントスを率いておりましたパオロ・モンテーロが暫定的にトップチームを2試合率いたんですけれども、来シーズンの指揮官として正式な監督として選ばれているわけではないので、正式な公認候補が一体誰になるのかというところで注目を集めていたユベントスなんですけれども、現在ボローニャの監督を務めておりますチアゴ・モッタを招聘するのではないかという報道が強くなり始め、私松がラジオ収録している時点でほぼ確定だという報道が出ました。契約期間は2年契約プラス1年間の契約延長オプション付きというところが濃厚みたいです。ボローニャはすでに後任としてラツィオを解任されたマウリツィオ・サッリに声をかけているんじゃないかという報道もなされているので、ほぼ間違いなくチアゴ・モッタを招聘してくることは確定かなと思います。突如、契約がまとまらずに現在フリーとなっているロベルト・デゼルビに声をかけるという可能性も、ないわけではないんですけれども、現状の報道を見ていると信憑性の高いメディアから数多くの就任の報道がされている状況ですので、やはりチアゴ・モッタを引き抜くということに間違いはないのかなと。ここ最近のユベントスの補強の話題に関しても、チアゴ・モッタ体制を想定した、メンバー選考っていうところがされているイメージがすごくあるので、ユベントスのサポーターの方々としても、間違いなくそこを計画して、チーム作りを予想されている方たくさんいらっしゃるのではないかなと思います。ユベントスは今シーズンマッシミリアノ・アリグリ、そして最後の2試合パオロ・モンテーロ、この2人の監督の体制の下で38試合で19勝14分け5敗、勝ち点は71ポイントでセリエ A で3位という順位を確保しました。この数字自体は特別大きく悪いというわけではないかなと思うんですけれども、やはり今シーズンスクデットを獲得したインテルとの勝ち点差が13ポイント差、なおかつ引き分けがあまりにも多い、それに加えて、抱えている選手たちをうまく使いこなすことができなかった、生かすことができなかったことは大きな失態として捉えられておりますし、やはりスカット的には素晴らしい選手たくさん揃えているので、成績が振るわなかったユベントスを立て直す必要があったことは間違いなかったので、チアゴ・モッタを招聘することができたことはすごく大きな好材料なのかなと。ボローニャというチームで、スカット的には別に悪いわけではないんですけれども、やはりユベントスとの戦力差を考えると、パワーバランスでは間違いなく負けている状況の中で38試合で18勝14分け6敗、最終的には5位という形なんですけれども、チャンピオンズリーグの主導権を確保できたのは間違いなくチアゴ・モッタの功績なので、ここに選手の質を抱えているユベントスが、彼を招聘することができれば、うまくパワーをですね、よりプラスに作用させていくことができるということになるのかなと。1920シーズン以来の、スクデットの獲得、タイトルの奪還というところを目指していきたいですし、9596シーズン、1996年ですね、以来の、チャンピオンズリーグの制覇っていうところも、目指していきたいクラブですので、攻撃的なフットボールを志向しているチームが、ここ最近だと結果を出している、傾向がすごく強い、特にチャンピオンズリーグのタイトルにおいては、そういったスタイルを持っているチームが多いので、彼を招聘することができたのはすごく大きいのかなと。ユベントスのサポーターの方々としても、歓喜している方は非常に多いのではないかなと思います。以前ボローニャのサッカーに関しては私特集ラジオを組まさせていただいておりますんで、どういったサッカーをしているんですかっていうところが気になる方はですね、ぜひそちらのラジオを聞いていただければなと思うんですけれども、すごく現代的なですね、配置を整えて形を作って前進していく、形作っていくことを得意としている監督なので、ユベントスの、スタイル、今まで作り上げてきたスタイルとはまたね、違うスタイルを確立していくことになるし、
次のステージっていうところを目指していくフットボールなのかなと思います。はい、ですので、期待をしてもらって差し支えないのかなと思います。はい、ただし、ボローニャで素晴らしい成績を出したチアゴ・モッタがユベントスの監督に就任して早々にじゃあ結果を出せるかと問われると、そこはすごく難しいと思います。ユベントスはやはり財政難ですのでお金を使った補強ができないんですね。特に、まあ、大物を狙うっていうことができないので、まあ、大盤振る舞いすることできないですし、複数のポジションにお金をかけて取るっていうことができないと。なので主力を売却してお金を作って人を取るっていう方向を取らなければならないので、うまく立ち回りをしない限りいい人材を取れないし、その選手がうまく成功する保証もないと。それに加えてユベントスが大事にしていきたいと思っている選手たちがこぞって年俸アップを求めていたりとか契約満了を迎えている。例えばラビオとかウェストン・マッケニーとか、このあたりは特にそうだと思うんですよね。それに加えて今までユベントスが作ってきたチームって方向性が結構バラバラなんですよ。アントニオ・コンテとか、そこからアレグリに第一次政権で任せた時はうまくチームとしてのスタイルを引き継いだ中でチーム作ってきてるんですけれども、まあ急にサッリを呼んできたりとかピルロを呼んできたりとか、そこでうまくいかなかったからじゃあもう一度アレグリ戻してみたいな形で結構迷走してるんですよ。方針が定まってないんですよね。どういったチームを作りたい、その中でどういった監督を連れてくる、その監督に必要なタレントをしっかりとお金と時間をかけて作ってあげる、補強してあげるっていうことを計画性を持ってできていないと。特にここ複数シーズンはその中でいろんな選手を集めてきてチーム作ってる状況なので、チアゴ・モッタという監督を連れてくると当然チアゴ・モッタのやりたいサッカーに求める個性の選手を求めるわけなので、そのお金を使えない分やはりチアゴ・モッタが一番行いたいサッカーをするための人材が揃わない、お金もないと。となればやはりスカッド的に最高のものを作り上げることはやはり難しいですし、現状完成しているインテルを上回っていくっていうことは1年という期間の中ではやはり成し遂げることは難しいのではないかなと。インテルは今花を咲かせている状況ですけれども、ユベントスは来シーズンから稲を植えて種を植えて花を咲かせるための準備をしていくわけですから、種の状態のものと開花している花の状態ではやはりチームとしてのクオリティ、花としてのクオリティが違うわけなので、簡単にインテルを上回っていくことはやはり難しいのかなと。特にやはりインテルの場合はセリアの環境だけではなくって、チャンピオンズリーグの舞台においてもしっかりと攻撃的なチームをシャットダウンするだけの守備力を持っているチームなので、チアゴ・モッタという監督、攻撃的な思考を持っていていろんなことできる可能性がある、そういった才能を秘めている監督であったとしても、選手が揃わない、お金がない、それに加えて様々な問題が乗っかってくるとなると、やはりチアゴ・モッタ体制で、まあ、2,3 年を見てもらってお金と時間をかけられるような状況になってからやはり、目標を成し遂げていくっていう設定にしていくべきなんじゃないかなと。大きな目標を掲げることはすごく大事なことですし、ユベントスであればスクデットもそうだし、チャンピオンズリーグも必ずいずれ取れると思います。ただし来年いきなり目指すっていうのはやはり相当難しいですし、マンチェスターシティ、レアルマドリード、バイエルミュンヘンとか、まあそれ以外のクラブもそうだし、パリとかもね、まあそうですけれども、やはりそういったクラブが時間と経費をたくさんかけてもやっぱり成し遂げられなかったタイトルなので、ユベントスはやはり財政的なところで、まあ、後手に踏んでる分、まあ、時間と経費をちゃんと時と場合を考えて使っていかないとそこに追いつくっていうことはできないのかな。もちろん勝負の世界だし、サッカーに 100% 正解っていうものはないので、なんだかんだ優勝するっていうことは十分あり得るとは思います、ユベントスの抱えているクオリティの選手たちであれば。ただしそれは選手たちをしっかりと、まあ、抱えることができれば、特に主力の選手たちを抱えることができればっていうところに限られてくるんで、やはり難しいっていうところの結論はやはりパーセンテージ的には変わらないのかなと思います。はい、なので、まあ、チアゴ・モッタ体制すごく楽しみにしながらもですね、まあ、現実的な形でチーム作りっていうところを目指していってもらえたらなと思います。はい、
ということで、まあ、チアゴモッタ就任に関しては以上ということになるんですけれども、まあ、チアゴモッタ体制が始まる可能性は高いことは間違いないので、まあ、そういった状況の中で現在噂に上がっている人材の入れ替え、売却と補強の話題に関してここからお話をさせてもらって、最後に、まあ、こういったスカッとができたらいいんじゃないかっていうところだったり、まあ、僕だったらこういったスカッと作りますみたいな話を最後にさせてもらって今回のラジオは終了したいなと思います。ではまずは売却の噂として上がっている選手たちなんですけれども、名前をずらっと紹介していきます。グレイソン・ブレーメル、アドリアン・ラビオ、フィリップ・コスティッチ、ミリク、モイズ・キーン、ルガーニ、アレックス・サンドロ、ボイチェス・ステスニー、マッティア・ペリン、ウェストン・マッケニー、マティアス・スーレ、ミレッティ、以上になります。まずはブレーメルなんですけれども、まあ、金額的に一番つきやすい選手ですし、まあ、プレミアリーグ特にマンチェスター・ユナイテッドが積極的に声をかけていると言われています。メイソン・グリーンウッドとのトレードとも言われているんですけれども、グリーンウッドをユベントスが求めているみたいなので、まあ、ここの交渉がうまくいけば、ブレーメルはユベントスから離れることになるのかなと。そしてアドリアン・ラビオ、ユベントスと昨シーズン1年間の契約を延長して、まあ、今年も1年間共に戦った選手で、まあ、起用されている時間も比較的多いですし、その中でのプレーもすごく安定していて、ユベントスのサポーターの方々としても、まあ、できれば残ってほしいと、まあ、考えている選手なのかなと思うんですけれども、まあ、契約満了を迎えましたと。で、彼は以前、まあ、プレミアリーグでプレーをすることを希望している発言もほのめかしておりましたので、マンチェスターユナイテッドを含めたプレミアリーグのクラブが積極的に声をかけている以上、ユベントスとしてもなかなか引き止めるのは難しいのではないかと。もちろん本人の気持ちとしてユベントスに対しての愛情を間違いなく持っているし、まあ、残留をほのめかしてるんじゃないかっていうこともあるので、契約をもう一度まとめるっていうことはできないわけではないと思います。特に、まあ、チアゴ・モッタが就任するということになれば、パリ・サンジェルマン時代に共に、プレーをしているわけですので、そちらを選ぶ可能性も十分あるのかなと。もちろんユベントスからすると、ラビオは結構年俸高いので、そこをまずクリアしない限りは、いくらチアゴ・モッタが残ってほしいと言ってもなかなかまとめることは難しいかなと思うんですけれども、そこがクリアできた上で、チアゴ・モッタが残留を求めれば、まあ、しっかりと契約は延長することはできるのではないかな。ただし、まあ、プレミアリーグのクラブは間違いなく年俸アップしてね、オファー提出してくると思うんで、簡単なことではないと思います。そしてフィリップ・コスティッチ、彼はですね、クリスタル・パレスだったり、ローマから、オファーが届いていると言われてます。特にパレスに関しては、オリバー・グラスナーが、現在監督を務めております。フランクフルトで共に戦って、ヨーロッパリーグのタイトルを獲得した監督です。なので、まあ、彼が、パレスの監督になった以上、まあ、今採用しているシステムだと左のウィングバックに人材確かに求めているところなので、まあ、コスティッチを呼んできてプレミアリーグの環境で共に戦うということは考えられるのかなと。でローマに関しては、まあ、しっかりとね、デロッシ体制になってから結果を出しているし、まあ、コスティッチの個性であればね、やっぱりこう無理にこう中入っていけるタイプではないんだけれども、理不尽にやっぱりクロスを送り込んでいける能力はね、まあ、世界でも屈指の能力だと思うんで、そこを評価してね連れてきたいと思ってるはずだし、まあ、ゼロシ体制であればよりね生きる可能性もあるんじゃないかなっていうところもあるんで、金額的にはねローマとの交渉になるとそこまで金額はつかないでしょうけれども、まとまりとしてはありえるのかなと。そしてミリク、まあ、センターフォワード自体の入れ替えを図っている状況なので、まあ、後ほど話しますけれど、ザークスをね、狙っている状況なので、まあ、売却は仕方ないのかなと。そして、モイズ・キーンに関しては、まず戦力としてちょっと不足しているなっていうところがありまして、まあ、ユベントスでトップチームデビューして、その後エバートン行って、パリ・サンジェルマン行って、またユベントス帰ってきてっていう形ですけれども、やはり、大きなクラブでもそうだし、まあ、エバートンのようにちょっと苦しんでるクラブでもそうなんですけれども、やはり安定してポジションを確保できていない。で、それには絶対何かしらの理由があって、それはやっぱり彼のプレー判断のところとか、やっぱりその抜け出し方のね、センスとか精度とか、まあ、そういった諸々の能力がちょっとこうトップクラブの質としてはちょっとこう物足りなさを露呈してしまっていると。特にユベントスの場合だと、まあ、ブラホビッチっていうね、
まあ、何でも比較的できるセンターフォワードがライバルになってしまうんで、やはりそこからポジションを奪うのは彼としてもやっぱり身体能力だけでカバーできるところではないので難しいのかなと。現状だとセビージャとかレンヌからオファーが届いてるみたいなので、まあユベントスとしても金額がつくうちに売りたいと考えてるんじゃないかなと。そしてルガーニセンターバックの選手ですけれども、まあ契約満了を迎えてるんで、まあそうですね、まあローテーション4位としては悪くないんでね、金額というか年俸的にもそこまで高い金額支払ってないと思うんで、控えの選手なんで比較的。まあできれば1年もしくは2年の延長を勝ち取っておいた方がいいんじゃないかなと僕は思ってるんだけれども、財政的なところを踏まえてもね。ただやはり、契約満了を迎えているとやっぱりナポリからオファーが届くんじゃないかっていう話が来てるんで、特にナポリはコンテがね就任するんじゃないかっていう話が出てるんで、まあ出場機会得られるならね、まあ、コンテの下でプレーをしていた人物でもあるんで移籍は十分あり得るのかなと。そしてアレックス・サンドロに関しては、まあ、契約満了を迎えてますし、まあ、衰えもね隠せなくなってきてるし、まあ、最後の試合ではちょっとねこう感慨深い表情も浮かべていたので、まあ、対談はもう避けられないところなのかなと。そしてシチェスニーに関しては、まあ、年齢を重ねてきているところもあるし、あとはやっぱりそのシュートセービングとかはね悪くはないんですけれども、やっぱりキックに関してはちょっと物足りなさが結構あって、特にまあチアゴ持った体勢になるとそこは求められてくると思うんですよ。現状ボローニャだとスコルピスキっていう、まあそこまでキックはめっちゃうまいっていうタイプではないゴールキーパーは使ってはいるんだけれども、やっぱりボローニャのまあ財政状況とか、まあ、抱えている戦力でうまく使っていく中で選んでいる選択の可能性が高いので、ユベントスになってくるとやっぱり当然チアゴ・モッタもそれに見合ったクオリティを持ってる選手を求めてくると思うし、多分こだわり抜いた補強っていうのを貫いてくると思うんですよ。となればやはりキックは求めてくると思うんで、まあシチェスニーは売れる時に売りたいっていうところで考えてるんじゃないかなと。そしてペリンに関しては、基本的にはユベントスでは控えで、ここ最近ちょこちょこ使われててね、プレーも安定しているんですけれども、まあ、ジェノアからのオファーが届いていて、まあ、一度ジェノアでねプレーをしている人物なので、まあ、出場機会を求めるなら出ていく可能性が高いのではないかなと。特にユベントスは後ほど話しますけれども、ゴールキーパー補強の話題出てるんで、ちょっと難しくなってきてしまうのかなと。そしてウェストン・マッケニーに関しては、一度リーズにねレンタルっていう形で行って、まあ、戦力としてあまり数えてないのかなっていう扱いだったと思うんですよ、リーズにレンタルで出した時点で。ただしリーズから戻ってきてからはやはり、コンスタントに試合に出て、まあ本当に攻守においてバランス取りながらタスクも全うして、クオリティも発揮してくれてるんで、多分今だと残ってほしいっていう意見の方が多分多いと思うんですよ。ただし、まあ、先ほどね、お伝えしたんですけれども、少し彼はちょっと年俸アップを求めておりまして、契約が今2025年の6月までなんで来年で契約満了なんですよ。でユベントスからするとフリーで出ていかれるのはめちゃくちゃ痛手なんで、今特に財政なんでね、なので契約延長したいんだけれども年俸アップを求めているんで、ちょっとそこで契約がまとまりそうにないというか、ちょっとこうドタバタしてしまいそうな状況にあるんで、もうそれだったら今のうちに売ろうとしてるんじゃないかっていうところが出ていると。そしてマティアス・スーレに関しては今フロジノーネでプレーしてて、レンタル でそこで活躍してて、ユベントス戻していくのも悪くないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ若手であろうがベテランであろうが基本的に金額、適切な金額が届くんだったら売却の姿勢を貫くんじゃないかって言われてるユベントスなので、ローマだったりラツィオだったりとかからオファーが来ているみたいなので売るんじゃないかと。まあ正直もったいないなと僕は思ってるんですけどね。はい、あとはミレッティですね。まあ基本的には残留が濃厚だとは思うんですけれども、まあ彼も、適切な金額が届くのであれば、まあ完全に交渉に乗り出さないわけではないと。2000万ユーロ近い金額であれば、まあ交渉の責任はつくんじゃないかとは言われている状況ですね。はい。
まあこういった選手たちが基本的に、私松がラジオ収録している時点では噂段階としては上がっています。もちろん彼ら以外にも今後噂は出てくるかもしれません。例えばキエーザとかブラホビッチに関してはめちゃくちゃ超主力なんですけれども、やはり契約延長の話がなかなかまとまってなかったりとか進行していないっていう話題も結構出てるんで、もしかしたらそこで他のクラブからスケール好きだと思われて狙われる可能性はあるんで、特にキエーザはね、来シーズンの立場がより不明なんで、まあ怪我もね比較的少ないとは言えない選手なんで、プレミアリーグのクラブからすると欲しいタレントだと思うんで、はい、狙われるんじゃないかなと思います。まあそういったところですかね。はい、で逆に、補強の話題として噂が上がっていた選手も、紹介していきます。まず名前をずらっと紹介していきますね。メイソン・グリウッド、ヨシア・ザークツィ、サビオ、トゥーン・コープ・マイネルス、エデルソン、ラザール・サマルジッチ、アルマン・ロリエンテ、ザノーリ、リカルド・カラフィオーリ、ケプラン・ティラム、マルティン・スピメンディ、ヤン・コウト、アルトゥール・メロ、ティ・グレゴリオ、ディ・ロレンツォ、そしてグドムンドソンとなっております。まずはメイソン・グリウッドに関しては売却のグレーメルの時にもお話ししましたが、トレードの話も浮かび上がっておりますし、マンチェスターユナイテッドが売却の意思を示しておりますんで、まあ、適切な金額がユナイテッドに届けば、獲得することは可能だと思います。しかし、単純な金銭での、買い取りということは現状のユベントスからすると少し難しいので、もしマンチェスターユナイテッドにオファーを提出した場合は、まあ、誰かしらの提出っていうところ、まあ、トレードっていうところは求められると思うし、間違いなく狙われるのはブレーメルかなと思います。そしてザークツィに関しては、チアゴ・モッタと共にボローニャで、まあ、対戦しております人物ですので、共に来るのではないかと。ただし、まあ、ミランが狙っていたり、優先買取権はバイエルンが補充しておりますんで、まあ、バイエルンが、そこを、まあ、持っていく可能性も十分あり得るのかなと。まあ、以前ザークツィはバイエルンから、ボローニャに移籍していたタイミングで、まあ、いつかはバイエルンに戻りたいっていうね、コメントをしておりますんで、それが本当なのかは定かではないですけれども、まあ、交渉は簡単ではないかなと思います。そしてサビオ、ジローナでプレーをしております人物で、保有元はトロワなんですけれども、まあ、マンチェスターシティ復帰というかね、マンチェスターシティに行くこと自体を希望している人物なので、ユベントスが交渉に乗り出すとなるとちょっと金額がかかっちゃうんでね、難しいかもしれないし、本人をうまくこっちに誘導しなければならないので簡単なことではないんですけれども、シティもねグリーリッシュがいてドクがいてっていう状況で、左はもう十分人材いるので、グリーリッシュを売却した場合は話は変わりますけれども、残す場合だとわざわざサビを戻す理由がシティにはないので、まあ付け入る隙はできるんで、ユベントスからすると候補に入れておくことは悪くないのかなと。特にサビオは一人でね決定機作り出せるほどのクオリティを持っている選手なので、ユベントスには求められる。特にチアゴ持った体制だと、まあ、形変えてワイドからの仕掛け使ってくるチームなので求められるのかなと。そしてトゥーンコープマイネルスに関しては、まあチアゴ持ったが雇用が小前がもうずっと狙っていたタレントで、まあ本当にエリア広くタスクを担うことができて、クオリティも高い、まあ、ミドルも精度が高いみたいなね、選手で、まあどこのチーム行っても活躍できるだろうなっていう選手。ただまあ金額が6000万ユーロ近い金額なので、ちょっとユベントスとしても出せないのかなと。はい、そして同じくアタランタのエデルソン、まあ、彼はあくまで噂段階だけで、そこまでまあ具体的な話はないのかなと思うんですけれども、まあボランチの一角としてね、フィルター役にも慣れて、まあキックのところもしっかりと提供できる選手なので、まあ、ボローネだったらフロイラーとかね、エイビシャーとか使われてるんで、まあ、フロイラーに近い役割を任せるのかなと。まあ、エイビシャーはよりこうね、低い位置もそうだし、高い位置にも絡んでいってクオリティ発揮する選手だと思うんで、その役割を任せるのかなと。もし獲得した場合はね。はい。そしてラザール・サマルジッチはもう本当に左利きのインサイドハーフの選手で、まあ、攻撃的センスが本当に抜群で推進力も持っているみたいな選手ですね。まあ、守備のタスクも全うできる選手なので、まあ、獲得はすごくありだと思います。そしてアルマン・ロリエンテですね。彼は滑走路でプレーしてるんですけれども、まあ、左のワイドが本職かな、まあ、右もできなくはないと思うんですけど、多分本職は左なんですよ。で右足からの、まあ、高精度のシュートとか、
あとは爆発的なスピード持っていたりするんで、ボローニャのサッカーを想定すると、先ほどのサビオの話でも言いましたけれども、まあ、ワイドからの仕掛けでね、ブロック組まれたものを崩せる単独突破力っていうのは、まあ、ある程度求めてくるでしょうから、彼以外にもベラルディもね、狙ってるんじゃないかっていう話が出てますけれども、ボローニャのサッカーを想定すると、まあ、左だったらエンドイエとかが使われてると思うんですけれども、まあ、エンドイエもね、もう本当に、まあ、機動力とこう奇想天外なね、アイディアと技術力使って突破していくみたいなドリブラーなんで、まあ、完全に似ているタイプではないんですけれども、まあ、チャンスメイク率っていうのは高い選手を求める傾向が強いので、アルマン・ロリエンテは十分あり得るのかなと。そしてザノーリに関しては、僕の記憶だと右サイドバックが本職で、センターバックもちょっとできるかなみたいなキャラクター性だったイメージがなくて、あまりそのプレーの印象としてあまり捉えられてないんで、はっきり言えることではないんですけれども、まあ、タッパは確かありましたし、エアボールも結構強いものを提供できていたはずなので、ユベントスに加入するということになると、まあ、ボッシュの役割、ボローニャでいうボッシュの役割をそのまま任せるというかね、3バック化する時の右センターバックの役割を任せるから取りたいんじゃないかなと。今シーズン確かナポリからサレルニターナに移籍してるん で、レンタルだと思うんですけど、でサレルニターナが降格してしまってるんで、まあ、金額的にも安くなるんだったらっていうところで狙ってるんじゃないかなと思います。はい、そしてリカルト・カラフィオリ、まあ、彼はですね、まあ、今2500万ユーロぐらいで取れるんじゃないかって言われてるんですけれども、本人もイタリアでのプレーを希望してるんでね、プレミアからのオファーだったり他からのオファーも届いてもおかしくないタレントだと思うんですけれども、まあ、チアゴ持った体制でチーム作っていくんだったら、もう最優先にこの人取らないとダメだと思うんで、まあ、候補に上がって当然かなと思います。やはり、偽センターバックを採用しているチームなので、この役割こなせるセンターバックって、まあ器用で状況判断良くないとできないんで、マンチェスターシティでいうストーンズみたいなね、役割をこなせる選手はまあイングランド国内でも少ないレベルですから、まあ、ドイツでもそうだしラリーガでもそうだと思うんだけれども、やはり希少価値高い選手なので、ユベントスは他の選手、まあ、ザークツィとかグリーンウッドとかね、他の選手欲しいと思うんだけれども、サマルジッチとか欲しいと思うんだけれども、もうそういった選手よりも絶対にこの人先取らないと、まずチアゴ・モッタがやりたいところの土台のところが作れないはずなんで、是が非でも取りに行くべきだと思います。もう何が何でも取りに行くべきだと思います、はい。そしてケプラン・ティラムに関しては、ニースでプレーしているフランス人の選手で、インテルでプレーしているマーカス・ティラムの弟なんですけれども、ポジションは中盤なんですけどね、まあ、本当に理不尽なフィジカルと推進力とスピードを持ってる選手で、もう本当に狭いスペースからどん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 運んでいける、まあ、選手なんですよ。まあ、それこそ、まあ、ラビオがね、運べるキャラクターを持ってる選手だと思うんだけれども、まあ、ラビオが退団していくのであれば、まあ、取りたい選手っていうところだと思うんですよ。まあ、金額的には2000万ユーロ近い金額で取れるんで、今だったら多少安いですし、まあ、契約も2025年の6月までしか結んでないんで、プレミアリーグ勢がもともと狙っててね、ちょっと競合になるんであれば取れないところだったと思うんだけれども、まあ、ユナイテッドがね、もしかしたら行くかもしれないけれども、まあ、そこ撤退しそうなんだったら、ユベントスは全力で行ってもいいのかな。そしてマルティン・スピメンディに関しては、もうほぼ飛ばしに近いんですけど、まあ、6000万ユーロ近い金額がかかるんでね、ちょっとまあ、ユベントスの現状を考えると、まあ、そこよりも取らなければならないところたくさんあるよねっていうところなんで、まあ、金額的にもないかなと。でヤンコートに関しては、ジローナの右サイドバックのブラジル人の攻撃的なサイドバックなんですけれども、ユベントス、まあ、右サイドバックがちょっと人材的にもちょっとね、チアゴ・モタ体制だとちょっとキャラクター的に物足りなさ出てるポジションなので、まあ、マンチェスターシティが優先して戻すんじゃないかなっていうところはあるんですけど、まあ、シティが戻さないなら、オファーは提出していいのかなと。彼も、まあ、ビッグクラブへの移籍は間違いなく望んでるんで、取れると思います。まあ、金額次第ですけどね。そして、アルトゥール・メロ。まあ、もともとユベントスが持っている選手なので、まあ、補強っていうわけではないんですけれども、フィオレンティーナが買取オプション行使しないみたいなんですよ。なので、ユベントスに戻ってくるっていうことなんですね。
なかなかユベントスではフィットできなかったし、まあ、フィオレンティーナに移籍してやっとこう結果を出し始めたみたいなね、活躍し始めたみたいな選手なんですけれども、やはり状況判断はすごくいい選手ですし、うまく間作ってこうテンポを生み出していくこと得意な選手なので、チアゴ・モッタ政権だったら重宝されるんじゃないかなと僕は思ってるんで、レンタルバックすごくありだと思います。そしてディ・グレゴリオですね、イタリア人のゴールキーパーで今はモンツァでプレーしておりますけれども、セリアの最終節のユベントス戦では出てなかったんですけれども、その2つ3つぐらい前だったかな、フィオレンティーナ戦は僕ちょっとモンツァの試合見させてもらってまして、フィオレンティーナをちょっと見るために、でそこで彼もプレーしてたんでね、見ることになったんですけれども、まあキックも結構うまいですし、シュートストップに関しても、まあ、本当一級品のもの持ってるなと。昨シーズンちょっとスパーズに行ったね、あのビカーリオにちょっと注目しすぎてて、他のキーパーちょっと見えてなかったなっていうところがあったんですけど、こんないい選手ちょっと埋もれてたんだと、ちょっとびっくりしたゴールキーパーで、まあユベントスでプレーするクオリティは間違いなく持ってるし、ユベントス以外のクラブからも求められておかしくないんじゃないかなと。それこそミランとかがメニャンの契約延長のところ、特に年俸のところで揉めている状況なので、メニャンが退団したらミランとかも欲しがるゴールキーパーなんじゃないかなと。まあ今シーズンモンツァ自体僕2試合ぐらいしか見れてなくて、完全にね彼がこう安定してプレーを提供できてるかって言われると、そこはまだねわからないところもあるんだけれども、まあ少ない試合を見させてもらった中でもプレーは結構安定してたんで、その時間ね、見ている時間の中では良かったので、チアゴ・モッタ政権だとキック求めるんで、ステスニー・ペリンの後継者としてはありかなと。まあ、どちらか一歩を出して、ディ・グレゴリオプラスどちらか1枚っていう形でやってもいいと思うんですけどね。はい。まあ、獲得はすごくいいと思います。そしてディ・ロレンツォですね、ナポリでプレーをしております、キャプテンの右サイドバックの選手なんですけれども、まあ、僕がナポリの選手の中でもトップクラスに好きな選手で、まあ、本当に気が利くし、技術的なものも申し分ないし、キャプテンシーも持ってるしね、まあ、本当にこう無駄がないというか、もう淡々とこういいプレーを継続して提供してくれるみたいな選手で、右サイドバックやらせても一級品だし、多分3バックの右やらせても一級品だと思うんですよ。で来シーズンアントニオ・コンテ体制になると、まあ、スタートから 3-5-2 を多分採用すると思うんで、まあ、コンテとの相性なのかもしれないけれども、ちょっとまあナポリの方針のところと合わないみたいな形で代理人からコメントが出てて、もう対談ほのめかしているような状態なので、ユベントスが彼を取れるとめちゃくちゃ大きいと思います。金額がね、まあ、ちょっと難しいんだけれども、まあ、順当理との関係性があるって言われてる人物なので、まあ、そこをうまく契約のところで使って金額安く取れたら、ディ・ロレンツォにボッシュの役割任せたら最高だと思いますけどね。はい。そしてグダムンダソン、現在ジェノアでプレーをしております、アイスランド代表の選手なんですけれども、まあ、彼は左とか左のシャドウとかね、まあ、右も多分できると思うんですけれども、はい、2列目大体どこでもできますよみたいな選手で、まあ、本当にフィジカル的にも強いですし、まあ、ドリブルも本当にフィジカルとね、緩急うまく使って侵入していくこともできるし、でキックの精度もいいもの持ってるし、シュート精度も高いもの持ってるんで、まあ、ユベントスに限らず、まあ、プレミアリーグのクラブもそうでしょうけれども、まあ、数多くのビッグクラブがまあ狙ってくるであろうタレントだろう。ただし、まあ、金額がその分跳ね上がる可能性があるので、ユベントスが手を出せるかって問われるとちょっと難しいところもあるのではないかなと思います。はい、というところがですね、現状私松がラジオ収録している時点までで、噂に上がっている、補強の候補たちということになります。そして、まあ、そういった選手たちの中からまた人を抜粋して、ユベントスの財政状況に合わせて人を補強してくるということになる。それを行った末に、来シーズンのユベントスの、スカッドが完成すると。じゃあ一体誰を取りますかっていうところなんですけれども、まあチアゴ・モッタのボローニャが 4-2-3-1-4-3-3、 そこからの可変で 3-2-5 がベースなんで、まあ、4-2-3-1 で考えさせてもらうと、まあゴールキーパー今だとシチェスニーとペリンなんですけれども、まあ、ディ・グレゴリオを取っ
って、まあ、ステスニープラスペリンでも全然いいと思いますし、まあ、僕はステスニーペリン両方打ってしまってディ・グレゴリオプラスフリーでメレトを取るっていうのはありかなと思ってます。で、右サイドバックに関してはダニーロとデシリオが現状だと思うんですけれども、デシリオは売却しちゃって、まあ、ダニーロプラスディロレンツォでいいのかなと。ダニーロはここ最近3バック、まあ、センターバックになってますし、ディロレンツォは先ほど紹介した通り、まあ、何でも大体できるんで、はい、うまくここはローテーションできるのかなと。で、右のセンターバックに関しては、現状ブレーメルとガッティ、かなと思うんですけれども、できれば売りたくないです、ブレーメルもガッティも。ただブレーメルをどうしても売らざるを得ない、それこそまあグリーンウッド取るとか、お金に換えて誰か取るっていう状況にしなければならないんだったら、ビツェルを取るだったり、あとはエルモソ、この辺りを取る形で、補っていければなと。まあ、両者ともフリーなんで、ビツェルは3バックの真ん中だったら機能しますし、エルモソは左利きなんでチアゴジャロを右に回すことにはなるんですけれども、まあ、うまく人材を補強することはできるのかなと。で、左のセンターバックは、まあ、チアゴジャロプラスルガーニというところで、まあ、ルガーニが契約満了という形で売却の可能性が高いんで、まあ、セカンドサード的な形でね、補助的な形で置いておければいいんだけれども、まあ、先ほども紹介した通り、やはりリカルド・カラフィオーリに関しても絶対に取らなければならないので、カラフィオーリを取ってたのならば、まあ、ルガーニを売却というかね、契約延長しないままで放出もありなのかなと。まあ、ルガーニを出した上でブレーメル、ガッティいて、ティアゴ・ジャルがいて、カラフィオーリいて、そこにフリーでエルモソもしくはビツェル取れたらもう最高なんじゃないかなと僕は思ってます。はい。そして左のサイドバックに関してはカンビアーゾと、アレクサンドロで、アレクサンドは契約満了で退団なので、ここに人は加えたいんですけれども、ちょっとですね、お金をかけれないので、センターバック系のキャラクターをこっちに回すことが最優先なんですけれども、ただ、幅を取らせたところからの仕掛けも持ってて、なおかつ3バックの一角としても機能するみたいなタレントを求めるんだったら、チェルシーからククレジャをレンタルで借りる、これはありかなと思います。チェルシーやはりお金ないですし、ククレジャを売却したいって考えてるチームなので、ククレジャもやはりなかなか金額が高い選手なんで、完全移籍で買い取りのオファーをしてくれるクラブが多分相当限られるんですよ。となればチェルシーからするとレンタルでもっていう可能性があるんで、まあ、そこは付け入る隙ありじゃないかなと思います。そしてダブルブランチに関しては、ロカテッリ、ミレッティ、ファジョーリ、マッケニー、ラビオ、カビーリャで、そこにはアルトゥールが復帰するっていうことなんで、まあ、全員残ってくれるんだったら人はいらないんですけれども、まあ、マッケニーとラビオ次第では人は絶対取らないとダメなので、そこで取るんだったら僕はトーマス・パーティーもしくはホイビアかなと。まあ、これは過去にも話したと思うんですけれども、やはり訳分かってて必要なとこちゃんと埋められる選手は、まあ、本当に貴重ですし、この2人が市場に出ること自体本当にもったいない。アーセナルとスパーズにはちょっと本当にもったいないなっていう言葉を告げたいぐらい本当にもったいない存在なので、金額的にも比較的安く取れるんでね。トーマスは多分30億未満で取れるし、ホイビアも売却候補のリストに載ってることはもうあからさまに分かってる状況なので、安く買い叩けると思うんで取ってもいいんじゃないかなと。はい。そしてミードワイドに関しては、キエーザとあとはティモシウェア、彼でもう回していければいいんで、補強は必要ないと思います。はい。なのでベラルディはわざわざ取る必要はないと思いますね。左に関してもキエーザ左で回すことできますし、アイリングジュニオールがいるんで、まあ、ここもうまく状態整ってる人使っていければ全く問題はないんじゃないかなと思います。はい。そしてトップ下に関してなんですけれども、まあ、ケナン・ユルディスをここで使うのもありですし、まあ、ユルディス両ワイドもできますしね、ここまあうまくやっていければいいですし、あとはボランチ系のキャラクターでトップ下できる選手、まあ、ファジョーリとかできると思うし、ロカテッリもできると思うんですよ。特にレンタルバックで戻ってくるアルトゥールは多分できると思うんで、バルサでもインサイドやってたんでね。はい。
なのでわざわざサマルジッチ取ってお金使うっていうリスクを取らなくてもいいと思うんで、コーブマイネスも高いですから取れたら確かにいいんだけど、アルトゥール戻す形でまずは今年というか、まあ来シーズン耐える形でいいんじゃないかなと。十分できると思いますしね。でワントップはもうブラホビッチとユルディス、もうこの2人で回していければいいんじゃないかなと。まあザークツィ取りたい気持ちはわかるんですけれども、まあザークツィブラホビッチ抱えてね、やれれば確かにいいけれども、お金がねない状況でそれはちょっとさすがにリスクを伴うんで、まずは一番やらなければならないところは現実を見た中でのね、残ってるお金、使えるお金を見た中での人を取る。でそこで優先しなければならない。特にチアゴ持った体制で必要となる人材をまず優先して取らなければならないわけですから、はい、やはり、前線の方に人は無理に取る必要はないんじゃないかなと思います。あとはちょっと話すの忘れてたんですけど、あのマティアス・スーレに関しても右手使っていければ全然いけると思うんで、はい、よりもう前線は人いらないと思います。まあどうしてもね、左で幅取ったところからの仕掛けで強烈な個性持ってる人欲しいとか言うんだったらね、ウィルフレッド・ザハとか、まあ、パイシャオンとかガレーノとか、こういったタレント狙ってもいいのかなと思うんだけど、彼らもまあ高いですからね、はい、ちょっとまあ難しいのかなと思います。ということで、まあ、以上がですね、まあ、ユベントスが来シーズンボロネの体制で、まあ、チームを作っていく上で噂段階をベースに、狙っていくべきタレントとして、挙げさせてもらった選手たちとそのスカッドということになります。ちなみに僕が監督だったらの場合なんですけれども、ゴールキーパーに関してはディ・グレゴリオ確かに欲しいんだけれども、お金を抑えたいんで僕だったらメレトのみで終わります。そして中盤の補強に関してなんですけれども、まあ、ラビオとマッケニー次第っていう形で先ほど話したんですけど、僕だったらマッケニーは絶対出します。でラビオに関してもお金が高すぎるんであればもう出しちゃいます。というか契約延長しないです。めちゃくちゃいい選手だっていうのは分かってるんだけれども、やはりお金は大事なんで、あの一人の選手を抱えるよりもチームがちゃんと回っていくことの方が大事なんで、そうであれば、まあ、彼ら2人出しちゃってで、トーマスを取って、まあ、ホイビアでもね、いいですけれども、まあ、できればトーマスを取って、トーマスプラスロカテリのダブルブランチを組んで、ロカテリ高い位置に上げて、カラフィオリ1列上げて 3-2-5 にして、カラフィオリとトーマスのダブルブランチっていう形で 3-2-5 を形成したら僕にとっては最高かなと。あとは左のワイドに関してなんですけれども、僕キエーザできれば右で使いたいので、僕はできれば右で使いたいので、左はあのできれば本職でクオリティ発揮できる選手が欲しいんで、まあ、ウィルフレッド・ザハあたりを取れたらいいんじゃないかなと。まあ、ガレーのパイシャンはやはり高いんで、ザハの方が多分ね年齢を重ねてる分安く取れるはずなんで。あとはアルトゥールを結構僕は軸としてトップ下で使います。アルトゥールがハーフスペースとかライン間のところで、まあ、パスでテンポ作っていく形で、ロカテッリはそこにいないながらも自らのフィジカルと推進力とか使って、ペナルティーボックス付近での決定力も見せるみたいな形でやっていきたいんで、はい、僕はアルトゥールは絶対使います。でセンターフォワードに関しては一応まあユルディスとねブラホビッチという形で計算はしてるんですけれども、あのユリディスはトップ下でも使っていきたいと僕は考えてるんで、アルトゥールと併用していきたいって考えてるんで、センターフォワードではブラホビッチとミルクをできれば残したいですね。はい、なので、まあ、僕の理想とするスカットでお金をかける選手で言えばディロレンゾとカラフィオリと、トーマス、そしてザハ、それ以外の選手たちは基本、フリーで獲得することができるんでね。なのでディロレンツが今2500から3000万ユーロで、カラフィオリも2000から2500万ユーロで、トーマスが1800万ユーロで、ザハがちょっと不明なんでわからないんですけれども、まあ全体的にお金を足したとして、まあ1億ユーロは絶対いかないはずなんで、8000万ユーロぐらいでまとめられたらいいんじゃないかなと。はい、8000万ユーロ近くで、でそこのお金をもともと抱えている予算と、人材売却のところで補っていければ8000万ユーロは頑張って作れるんじゃないかなと思います。まあ、あくまで憶測なんですけどね、その
今までの会計不正疑惑とかのこともそうだし、返済しなければならないお金がどれぐらいあるかによっては、そこ優先でちょっとそんなお金作れないよっていうことかもしれないんだけれども、まあ、モイーズ・キーンとか、ウェストン・マッケニーとか、まあ、ラビを売却していければ、まあ、年俸のところの浮きも出るし、移籍金もある程度確保できるでしょうし、でシスニー・ペリンでもまあ、ある程度金額取れるでしょうし、はい、まあ、アレックス・サンドロもね、年俸をある程度もらってたんで売れるというかね、契約満了で退団するとなればそこを浮かすことできると思うんで、でグリーンウッド取るとかでね、ブレメルを出すというのは特にボローニャ体制のことを考えてもね、やはりルクミがボローニャではいますから、まあ、同じようにフィジカルで保険持ってる選手真ん中には置きたいでしょうからね、はい、ブレメルは残しておいた方がいいことを考えると、まあ、こういった形が一番ベストかなと思います。はい、ということで、以上でございます。ユベントスの、まあ、スカットとかね、まあ、お金のこともそうだし、まあ、チアゴ・モッタ政権のことに関して、まあ、人それぞれ意見っていうところは変わると思います。あの選手はちょっと違うんじゃないかなとか、いやその選手やっぱ高いですよとか、いややっぱりなんやかんやってグリーンウッド欲しいですよとか、人それぞれね、こう抱えてるもの、抱えてる考え絶対違うんで、ぜひ皆さんの意見っていうところをコメント欄などで教えていただければなと思います。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram やってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。